はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、本日はですね、6.3日本武道館大会のね、お話をしていきたいと思います。 まあこちらねもう開催があさってに、ねえー、迫ったベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの最後をね、えー、締めくくるビッグマッチに、ねえー、なるわけなんですけど、まあ、そんな、えー、6.3日本武道館大会の、えー、全対戦カードというものがね、えー、これ公式から発表されましたので、まあ、今回はねそちらをご紹介していきたいと思っていたんですけど、えー、ただ、その前に、まあ、の非常にね、えー、残念なニュースもねちょっとあったりもしたんです。 まあそちらをねえご紹介もしつつあと個人的なねえ見どころなんかも話していこうと思いますそしてえ今回ちょっと本題に入る前にですねちょっとだけ話すとえどうもですねこの6.3の日本武道館からえ本格的に声援がねえ解禁するのではないかという噂が今ねこう流れているわけなんですよ、うん でこれどういうことかというとそのアレックス・ゼイン選手がえ自身のツイッターでなんかねそれを匂わせるような発言をねされていたんですけどえそちらのツイートねすぐに削除しているところを見るになんか本当は一回 てはいけない情報をね、こうちょっとうっかりね、あの全員選手が話してしまったっていうまあ、可能性もあるんですよね。で、これちなみにあのクラークコナーズ選手もね、あの同様な発言してるんですけど、えー、こちらは現在もね、ツイッターが確認できるので、まあ、っていう風うに、まあ、もしね、こう本当に解禁するのであれば、まさすがにこう事前発表もね、えー、あるとは思うので、まあ、この辺りはね、えー、公式カウの発表を待ちたいとは思うんですけど、えー、もしかしたらこの独占さん日本武道館からついに声援がね、本格的 的に解禁の可能性も結構ね濃厚かなって風ううには思いましたのでまあ、そういう意味でもねこの大会非常に注目度が高いと思いますぜひね最後までご覧くださいでは早速ね本題入っていきましょう はいで早速、本題なんですけどま,まずは、ねえー、悲しいお知らせからなんですけど、まあ、この大会に、ね、出場予定でした、えー、カール・アンダーソン選手が、えー、PCR 検査を、ね、受けた結果、まあ、新型コロナと、えー、診断されました、えー、さらに、えー、ウィル・オスプレイ選手が、まあ、腎臓の感染症、えー、タンガロワ選手が、えー、右膝の負傷により、まあ、同大会を欠場となりますという,、ね、こうまさかの、えー、外国人選手3 3人の欠場が、ね、こう発表されたわけなんですよね。 まあ、あのオースプレイ選手に関しては、えー、腎臓の感染症にかかっていたっていうのは、まあ、あの事前情報で知っていたので、えー、そこまで、ね、驚きはしなかったんですけど、アンダーソン選手とタンガロワ選手に関しては、ま,あ、まさか、ね、本当に欠場だとは思っていなかったので、えー、ちょっと驚いてはいますねで、なんかアンダーソン選手はね、こう日本入りしたことを、えー、自身のツイッターでこう報告して、えー、久しぶりにね、こう日本のファンのみんなに、えー、会えるのを俺は楽しみにしてるよみたいなことを、えー、アンダーソン選手つぶやいてもいたので、まあ、コロナでしょうがないとはいえと。 も残念かなというふうには、えー、思いました。で、こうタンガロア選手に関してはアメリカ大会でまあ、足をね、えー、痛そうにしていたなんて話もあったりするので、まあ、こちらも同じくね、えー、残念でしかないかなというふうには思います。そして、まあこれ気になるのがこの3人は。 そのまま6.12にも試合があると思われるんですけど、果たしてそちらには間に合うのかどうかですよね、特にアンダーソン選手なんかは、タマトンガ選手とのネバーマッチも決まっているだけに、もしアンダーソン選手はこちらの大会も欠場となると、かなりの痛、ね、手になりそうではありますね。 さらにオスプレイ選手のまあ、この腎臓の感染症も果たしてどれくらいひどいのか果たして6.12に間に合うのかまあ、正直ね色々と心配にはなるんですけどまあ、今はね本当に1日でも早いこの3人の復帰をね願っていますねこの3人もし今日本にいるのであれば6.12まで待機になると思いますので まあその間にね、こう少しでもね、体調が回復して、まあ、6.12に間に合えばいいかなというふうには思います。はい、そして、ここからがね、えー、全対戦カード紹介と、えー、個人的にはね、注目試合についてもね、えー、軽く触れていこうと思います。まず第一試合が、えー、クラーク・コナーズ選手、ティタン選手、ヨー選手、ロビー・イーグルス選手、バーサス、えー、アレックス・ゼイン選手、ウィーラー・ユータ選手、エース・オースティン選手、エル・リンダマン選手という、まあ、これはもうあの、完、はい、全にベスト・オブ・ザ・スーパージュニア 参加者によるオールスター的な対戦カードかなというふうに思いますね。まあ、今大会をね、えー、盛り上げてくれた選手たちの、まあ、ひとまずはね、えー、最後の姿になる選手もいるとは思いますので、まあ、存分にね、目に焼き付けておきたいところではありますね。はいそして第2試合が、えー、マスター・ワト選手、田口選手、VS、フランシスコ・アキラ選手、TJP 選手ということで、こちらは完全にジュニアタックの前哨戦になるかなというふうに思いますね。でこの T えー、ついに待望のユナイテッド・エンパイア・ジュニア・タックが今大会から本格始動ということで、まあ、おそらく6.12で組まれるであろう、えー、こちらのカード、まあ、ジュニア・タックですよねジュニアタックのカード、まあ、果たして、えー、チーム6 − 0イ9は帝国ジュニア勢から、まあ、69代の至宝を守れるのか、まあ、この辺りが、ねえー、注目ポイントかなという,ふうに思います。 はいそして第3試合が、えー、本間智明選手 VS ジュース・ロビンソン選手ということで、まあ、こちらね、ねちょっと個人的注目試合、1つ目なんですけど、まあ、こちらやはりね、えー、バレットクラブにヒール転向してからの、まあ、このジュース・ロビンソン選手のまあ2回目の試合ですね、はいまあ、国内では、このヒール・ジュース・ロビンソン選手というのは初のお披露目になりますので、一体じゃあ、ジュース選手はどんな姿で、えー、入場してくるのか、えー、どんな入場局で、えー、入場してくるのか、 一体どんな試合スタイルで戦うのか、そしてどんなね、必殺技を使うのかとかね、本当にもう注目ポイントしかないので、まあ、この一戦非常にね、ジュース選手にやっぱり注目したいかなっていうふうには思いますね。 そして第4試合が、えー、金丸選手、ザック・セイバー・ジュニア選手、バ、えーサスショウ選手、イービル選手ということで、まあ、こちらはもうネバー6人タックの、まあ、前哨戦になるかなというふうに思いますね。まあ、何気にね、このイービル選手とザック選手の絡みも、まあ、久しぶりではあるんですけど、まあ、この2人ね、何かと手が合うので、まあ、そのあたりも非常に楽しみではありますね。あと、金丸選手とショウ選手の絡みもね、この金丸選手と絡むね、えー、ショウ選手のバックステージコメントっていうのが、まあ、この一部ファンからね、非常に にこう期待されている部分もあるので、まあ、こちらの絡みもね、えー、期待かなというふうに思います。 はい、そして第5試合が、えー、アーロン・ヘナーレ選手、グレート・オーカン選手、ゼフコブ選手 vs、VS、えー、ファンタズモ選手、チェイズ・オーエンズ選手、バット・ラック・ファレ選手ということで、まあ、こちらもバレットクラブ、VS エンパイアの軍団構想なんですけど、こちらの試合は、ね、個人的注目試合の2つ目になりますね、でこの試合の,、まあその注目ポイントとしては、こちらはですね、ファンタズモ選手以外の、まあ、全員がヘビー級なんですよね。 でこのファンタズモ選手だけがまあ唯一のジュニア選手ということで、これ、普通に考えたら、やっぱジュニアのファンタズモ選手がま不利なんですけど、ただ今、ファンタズモ選手っていうのが非常にこうね、G1 出場をね、熱望しているだけあって、逆に言えば、ここでファンタズモ選手がじゃあ、帝国の誰かから3カウントをね、取るようなことがあれば、おいおい、みんな見ろよと、俺、あのヘビー級のやつから3カウント取ったぞと、これ、完全に俺、G1 いけるだろうと、おい、会社なんとか言えよみたいな感じで、これ、G1 出場アピールに、ねえー、大きくつながってくるとは思いますので、まあ、この試合は個人的にちょっとファンタズム選手に、ねえー、注目したいかなとうう思います。 はい、そして第6試合が、えー、こちらが武士選手、内藤選手、高木選手 vs、VS、えー、同期選手、高道の選手、太一選手ということで、まあ、こちらね、個人的注目試合3番目ですね。はい、こちら、まあ、高木選手と、えー、太一選手のね、KOPW 全勝戦でありながら、この5.1のね、岡田戦後に右目の手術のため、まあ、欠場されていた、えー、内藤哲也選手のこれ初の復帰戦になりますね、これが。うんついにね、あのカリスマの帰還ということで、まあ、これやっぱ嫌でもね、 えー、内藤選手に注目が集まるとは思うんですけど、で果たして内藤選手はこれからね、一体どこにこう狙いを定めていくのか、まあ、内藤選手はねやはり東京ドームのメインに立つということをね、一番の目標に掲げていますので、じゃあ一体ここからどういう道のりで、まあ、この東京ドームのメインを目指すのか、一番考えられるのがね、やっぱ g 1優勝かなというふうには思うんですけど、まあ、果たしてね、このカリスマはどこを見ていくのかというのがね、気になる部分かなというふうに思います。 はいそして第7試合が、えー、ジャドー選手、タマトンガ選手、矢野徹選手、岡田和彦選手、VS、えー、ゲドー選手、石森選手、ギャローズ選手、J、えー・ホワイト選手ということで、まあ、こちらはね、岡田選手と J ・ホワイト選手の、まあ、IWGP 世界ヘビー級の全勝戦、まあ、こちらの試合、本当にね、もういろんな意味で勝敗が非常に、まあ、大きな意味を持つ一戦になると僕は思っていますので、まあ、やっぱこの2人の絡みは非常に注目かなというふうに思いますね。 やっ6.12のメインで勝った方うが、今後の新日本を引っ張っていく、特に6.27合同工業のメインイベントに、ね、出る可能性が非常に高くなると思いますので、やっぱそういう意味では、この岡田選手と J 選手、果たしてどちらが新日本プロレスの代表として、合同工業に乗り込むのか、このあたりも、ね、非常に大事になってくるかなと思いますね、そしてここで勝った選手がやはり王者として、g 1に参戦するので、そのあたりも、ね、非常に楽しみかなというふうに思いますね。 で本来なら、おそらくここにまあタンガロワ選手とえーカール・アンダーソン選手がね組まれていたと思うんですけど、その枠におそらく石森選手と矢野選手がすっとね入った印象がありますね。 はい。そして第8試合メインイベントが、えー、高橋宏夢選手 vs エル・デスプレアード選手ということで、まあ、こちらはもうね、えー、メインがね、ベストオブ・ザ・スーパージュニアの決勝戦ということで、もう本当に説明不要のね、えー、現在ジュニアの黄金カードかなっていうふうに思います。過去の対戦ではね、こう、まあ、デスプレアード選手がね、マスクを取られて、まあ、素顔全開で試合を続けるね、気迫ある試合を演じたんですけど、結果的にはね、ヒロム選手が勝利を収めているので、まあ、こう、デスプレアード選手からしたら完全なるリベンジマンス。 そして、えー、自身のベストオブススーパージュニア初優勝もかかっていますので、まあ、これ流れは、ね、デスペアード選手に合うのかなという風に、個人的にはちょっと思っていますねただ、ヒロム選手というのも、まあ、この前人未到の3連覇を、ねえー、目指していますので、果たして一体どうなるのか、まあ、このあたりもね、やっぱり非常に注目かなという風に思います。 はい。というのがね、この6.3のね、全対戦カードの見どころを紹介になったわけなんですけど、まあ、本当にこのアンダーソン選手、オスプレイ選手、タンガロア選手の欠場っていうのは、もう残念でしょうがないんですけど、これはもうね、えー、なったものはもうしょうがないので、もう今はね、本当1日でも早い3人の回復を祈りつつ、まあ、6.12の復帰をね、ぜひ目指してほしいなっていうふうには思いますね。 そして、この6.3からね、何やら完成が解禁するんではないかっていうね、ちょっと噂もね、流れていたりもしますので、果たしてそのあたり一体どうなってくるのかというのもね、非常に気になってくるかなっていうふうに思います。最後にちょっと告知をしますと、明日ですね、明日の6.2の21時からね、ベストオブザスーパージュニア優勝決定戦直前生配信ライブをね、やりたいと思います。今回ね、初のゲスト参戦も決まっていますので、ぜひね、皆さん二21時からは僕の YouTube チャンネルで一緒にね、 オブザスストーーパージュニア決勝についててね語り合っていきましょうというわけで、今回のお話は以上になります。僕の方はこんな感じで、新日本プレスに関するね、この続報、情報なんかの動画をどんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価の方でよろしくお願いいたします。あと僕に話してほしいリクエストありましたら、えー、YouTube のコメントや Twitter の DM にね、送っていただけますと、動画あるいはブログの方でね、返答させていただきますので、どしどしお待ちしております。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。以上。